某月刊誌2006年4月号を掲載、林間学校集団ヒステリー事件の真相。関西の名門私立 R 中学校は、2002年に報道された林間学校での集団ヒステリー事件で全国区の知名度となった。生徒をはじめ多くの目撃者が証言したその内容は、常識では考えられないものだったのである。怪奇事件として多くのメディアを騒がせつつも、集団ヒステリーが原因として一応の解決を迎えたこの事件。当時同中学2年生であり、林間学校で事件を目の当たりにしたという A さんに独占インタビューを刊行。以下がその全文である。ニュースでは集団ヒステリーだとか散々言われてましたけど、あれは絶対そんなものじゃないです。私も友達も、何だったら先生も一緒に見てましたから。もう4年前になるんですね。当時のクラスメートと集まっても未だにこの話はタブーみたいになっちゃってます。人が死んじゃってますから。私が通ってた私立中学は、2年生になると林間学校みたいな感じで泊まりでの野外活動をするんですよ。先輩たちは岡山の方に行ってたらしいんですけど、私の代から行き先が変わって丸々にある保養所っていうんですかね、そんなところになったんです。ああ知ってますよね、ニュースでもよく映ってたし。なんでも最近できたばっかりらしくって、すごく綺麗な建物でした。学校のそういう行事で使われてる時以外は会社の研修とかでも使われてるらしくて、青少年自然の家的なボロい感じじゃなかったから、みんなすごく喜んでました。昼はちょっとした登山みたいなウォークラリーと、近くのキャンプ場で飯盒炊爨して、夜はその保養所の食堂でご飯食べた後はクラスごとに出し物したりして、結構楽しかったです。で、多分夜の8時ぐらいだったと思うんですけど、就寝時間まで各部屋で自由時間があったんです。その建物は、表玄関は国道の方に面してて開けてるんですけど、宿泊部屋は山に面した奥側にあったんですね。4人一部屋で、窓を開けるとちょっとした狭いベランダがあって、目の前はもう山に続く真っ暗な林。林に面した部屋はどれも同じ構造で、それが2階建てになってました。そんな感じなので、自由時間は隣の部屋のことをベランダ越しにお話ししてる子もいました。男子は大声で上の階のベランダにいる子と伝言ゲームしたりしてましたね。私はその時部屋で仲良しの子とトランプしてたんですけど、ベランダの方が騒がしくなってきて、気になってベランダに出てる子に声かけてみると、変な声がするって言うんですね。怖いねなんて言いながら、私たちもベランダに出ました。もうその頃には各部屋のベランダにみんなぎゅうぎゅうになって身を乗り出してて、上の階のベランダからも、何?とか、聞こえる?とか声が聞こえてきました。確かによく耳を澄ませてみると、林の奥の方から聞こえてくるんです。おーい、助けてほしい感じじゃなくて、呼びかけてるみたいに一定間隔で聞こえてくるんです。多分男の人の声でした。で、他のクラスのやんちゃな感じの男子が、よせばいいのにふざけて、おーいおーいって返事したんです。じゃあまた、おーいって。それに返事するみたいにして、その男子が、おーいおーいって叫んで、仲間とゲラゲラ笑ってるんですよね。そんなことを何回か続けてると、誰かが、なんか近づいてきてない?確かに最初は聞こえるか聞こえないかぐらいだったのが、
もう今ははっきりと聞こえるぐらいになってたんです。でも光は各部屋の電灯の明かりぐらいでしたから、ベランダから見える林なんて本当に数メートルぐらいで、ただ感覚的には昼であれば確実に見えてるだろうって距離には近づいてきてる感じがありました。その頃になるともうみんな怖い怖いって大騒ぎで、ベランダ閉めて部屋の中に逃げることか、先生呼んでくるって言ってることか、いろんな声が他のベランダから聞こえてきました。私ですか？私も怖かったんですけど、なんとなく好奇心の方が大きくて、私の部屋の子はみんなまだベランダに出てたし、一緒に林の方を見てました。その時、隣のベランダの女の子が林に向かって大きめの声で言ったんです。どうかしましたか？その子は別のクラスの学級委員長だったんですけど、生徒会にも立候補してたので私も顔は知ってました。多分その子のことだから、冷やかし目的じゃなくて本当にどういうつもりなのかを確認しようとしてるんだろうなと思いました。他にベランダに出てた子たちもなんとなくその子の呼びかけに対しての向こうの返答を待つみたいな雰囲気になって、一気に静かになったのを覚えています。おいで、こっちにおいで、柿があるよ。はっきりした声でそんなことを言ったんです。でもなんていうのかな、心がこもってないっていうか、本当に棒読みをしているみたいな感じで、もっと言うと日本語の意味を分かってない人が話してるみたいな、人の真似をした動物が話してるみたいな感じでした。みんな怖いよりも先にあっけに取られてしまっていたんですが、その女の子がこう聞き返しました。声がちょっと震えてたのを覚えています。どういう意味ですか？この言葉を言い終わらないうちに声が聞こえ始めました。おいで、こっちにおいで、柿があるよ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 。繰り返し始めたんです。他のベランダの誰かがいやーって叫んだのがきっかけで、みんな反響欄で部屋に戻り始めました。私たちもほとんど泣きながら急いで部屋に戻ろうとしたんですが、急におい誰だっていう怒鳴り声が聞こえて、先生が来たんだと気づきました。私のいる部屋からは角度的に見えませんでしたが、2階のどこかのベランダに先生が来た様子は伝わってきました。その時私はもう部屋の中に半身を入れて振り返る形になってましたが、パッと丸い光が林に当てられたんです。先生が懐中電灯を当てたんだと思います。しばらく光はうろうろ林の中を照らしてましたが、そこに一瞬何かが照らされたんです。今でもあれが何かはわからないんですが、多分人だったと思います。全部が見えたわけじゃないんです。照らされたのは足元だけでした。異様に白くて大きな裸の足、靴も履いてなくて裸足でした。すごく大きかったんです。あの足の大きさだと全身は3メートルぐらいになるんじゃないかな。それが去って走っていったんです。その後はみんな先生に食堂に集められて、不審者がいるから警察に通報したこと、今夜は絶対にベランダには出ないことを言いつけられて就寝させられました。でも結構ショックを受けた子が多くて、具合が悪くなっちゃった子もいたみたいで、次の日はダム見学に行く予定だったんですけど、取りやめになって前倒しで家に帰ることになりました。
後で学校からこのことについての説明会があったらしくて、うちのお母さんも言ったんですけど、不審者がいた形跡もなかったそうです。あと学校帰りとかにマスコミにいろいろ聞かれても答えるなって言われました。ここから先は多分学校の生徒しか知らないと思うんですけど、あの後学級委員長の女の子ちょっとおかしくなっちゃったんです。授業中急に立ち上がって山に行きたいとか叫び出したりして、学校来なくなっちゃいました。でそこから何ヶ月かして死んじゃったんです。先生ははっきり説明しませんでしたけど、自殺しちゃったらしいです。学級委員長と同じクラスでお通夜に行った子から聞いたんですけど、棺が完全に閉じてて顔を見られなかったそうです。最後のお別れしたかったのにって悲しんでました。